ようやよ皆さん調子はどうよ。オレカブチ AK ビッグウェーブインダハウスよ。はい、今回はホットサンドメーカーで BBQ します。ヒビヒビゴー。ウェッチさん、ウェッチさん、ウェッチさん、ホール。はい、始めます。はい、今回も自宅です。最近ホットサンドメーカーこれですね、全然使ってなかったんでこれを使おうと思ってキャンプ飯します。それと2週間連続二日酔いで撮影してたんでね、今回はシラフです。超元気。そこで考えたんですよ、2週連続で二日酔いだったんで、二日酔いになる前に撮影すればいいんじゃねえのって思ったんで、今回はホットサンドメーカーでお酒のおつまみ作って飲みながら撮影しようと思います。ただ飲みたいだけ。じゃあ早速やりましょう。これも流れでやっちゃうよ。てか今まで作ってきたのって、キャントくんちでトラウトやった、あとエビもやった、そのぐらいしか使ってないんで、かわいそうだから今日は使います。それで今回お酒のおつまみになるメニューはこれです。じゃん、若鶏の手羽先です。これをピリ辛に味付けして焼き上げます。はい、じゃあ行きましょう。流れでね、ちゃちゃっと。まだ今日はご飯食べてないし、あ、もうお昼過ぎてますね。まず味をつけなきゃいけないんで、ジップロックで味付けします。腹減った。なんでこんな遅くなっちゃったんだ、まか不思議。てかどんぐらい入るんだこれ。4つにしとこう。ピリ辛なんで調味料がこれ、四川豆板醤。本当はキッコーマンの豆板醤のソース買いたかったんですよ。液体状のやつがあってね、それで漬け込みたかったんですけど、どこにも売ってないんでしょうがないからこれを買いました。同じだからね、豆板醤は。どんぐらい入れっぴゃ。これまだ出番ねえよ。笑っちゃおう。はい、笑った。どんぐらいだ、こんぐらいにしとくか。これとニンニクも入れよう。キムチの箱に入ってるけど、これ皮むいてあるニンニク1キロで550円なんですよ。安いでしょ。ただね、すぐカビが生えるんですよ。まあ洗って食べてるんですけど、カビ生えてねえのか。これでいいや、2個にするか。これ皮むいてあるからね、楽で便利なんですよ。すぐカビ生えるけどね。まあそれはさておき、やっちゃいましょう。これをすって入れます。ランランララランランラン。超簡単だよ。使ってないキャンプの道具あるよな。それも使ってあげないとかわいそうだ。まあでもキャンプができないからね、外出れねえからよ、しょうがねえ。今回も殺風景ですいません。まあなんやかんや言ってますけど。はい、OK。それで隠し味っていうか、まあこの手羽先やるの初めてなんで、定番の総味のつゆを。これやればもう無敵でしょ。無敵の調味料で。はい、これをちょっと揉んで、ビールは俺のプロテイン、ヘイヘイ。はい、これで約30分漬け込みます。今1時半だから2時か。はぁ、今日も遅いな。はい、この30分の間にサムネイルの写真撮ります。いやー、容量がいいビッグウェブさんはいいやね。あ、サムネイルを撮りましょう。おくんかんたんとい。チンカチンカのグラスにチンカチンカのビールはくー。おいおいおい、3号館ぴったしなの。大したもんだな。はい、ビッグウェブ。はい、30分経ちました。では焼いていきましょう。先にちょっとこれ飲んじゃうか、悪くなっちゃうから。あー、喉が鳴る。はあ、すきっ腹に効くね。あ、やんなきゃ。よっしゃよっしゃよし、こっちさん、俺の母ちゃん。どうしよう、片栗粉をまぶすんだけど。そっか、ここに片栗粉を入れればいいのか。これが邪魔だ。片栗粉ほる。うわ、かっこいい。独り言が多いね。いいんです、もうそういう人だから僕は。どういう人。へえ、ここに入れて。あら、もう酔っ払ったか俺。つけたらすぐホットサンドメーカーに乗せたいから油を塗っておきましょう。あらよっと、たっぷりめ。まあ揚げる感じなのかな。畳にこぼしてみろ油。顔面パンチだぞ。無理だけどね。いやー、シラフだと元気だな。じゃあこれをこっちにジャブジャブと。まず1本目。はい、じゃんじゃんいきましょう。腹ペコですよ。こっか、4つも入るか、無理やり入れるか。テトリスだな。いいじゃんいいじゃん。畳にこのソースをこぼしてみろよ。顔面パンチだぞ。無理だけどね。超元気俺、楽しいな。ただ気を抜くと本当に俺はボケミスをするから集中。もう片方に油をガッチャンコ。 OK、 超簡単じゃん。そして火にかけると。あんま強火にしない方がいいか。どんぐらいだろう時間は。楽しみだな。まあこれを待ちつつ、俺の大好きなプロテインを。
喉が鳴る。はあ、楽しいな。あ、もういい匂いしてる。あ、これ音を聞いてもらおうかな。とか言ってここでガシャンするパターンなのだから、いつも慎重に行けよ大波。ちょっといい音を聞いてください。ひっくり返そう。あらよっと、まだ2分ぐらいしか経ってねえぞ。はあ、美味しい黄金炭酸水。いや本当に美味しいんだよな。ペロリのゲちょっと開けてみる。まだです。結構肉厚だからまだだよ。まだ時間かかるからビール飲もう。キンキンに冷えたビールだよっと、うん、じゃあすいませんね、もう2本目すきっぱらにビール2本で幸せ。おいおいおい、3号館まるまる入っちゃうのかよ、信じられない。テイク2、すいません。じゃあヒビヒビゴー。はあ、喉が鳴る。喉が鳴りっぱなしですよ、おなみさん。落ち着け落ち着け、何かしらサインが出てくるから。いつも焦げ臭いサインが来るけどな。ズコ、うわー腹減った、早くて馬先越えたい。じゃないとどんどんビールが進んじゃうよ、本当に本当に。どんなサインを待てばいいんだ俺たちは。俺たちって俺だけだよ、多重人格か。あ、サインが来たかも。ちょっとこのピンマイクで音聞いてよ。行っちゃう？10分も経ってないぞ、こんな早い。ちょっと行ってみよう。ちょっと火を止めます。これちょっと寄りで見てみよう。はい、ここで注意、ここ注意だよ、集中お波。はい、オッケー。うわ18分も回してる。じゃあちょっと開けてみますよ。うわいい音、ちょっと食べてみましょう。よし食べてみましょう。うわいい匂い、お皿に盛ろう。あらよっと、うわめっちゃうまそう。綺麗に並べよう。できた。それではホットサンドメーカーで焼いたピリ辛手羽先いただきます。あ、その前にキンキンのビールにやり直そう。手羽先に失礼だ、すいません手羽先さん。ちょっとこれをね先に、悪くなっちゃうから。あ、喉が鳴る。いや、キンキンのビールにします。楽しすぎるバーベキューだ。これがいい音なんだよな。ヒリヒリだよ。手羽先が熱々のうちに食べたい大波選手。ほらもう3号館ペロリだもんな。これ大したもんだこのグラスは。あ、よしいただこう。お待たせしました手羽さん。じゃあいただきます。ヒリヒリガウ。うん、うわバカうま。あ、カナの、トバちゃんが喉に入った。火が通ってる。うめえピリ辛で。やっぱニンニクも効いてるからいいよこれ。あ、もう一気に熱くなった。熱っ。うめえ。ジューシー。片栗粉で表面包んだから旨味が閉じこもって、かじったらもうジュワーってくるよ。うわ超うめえ。表面はカリカリなんですよ。ちょっとこのせんべいのような味もしつつ、せんべい、せんべいみたいな香ばしさもあるんですよ。まあ醤油か。あ、それがあれか、総味のつゆだ。総味のつゆが焦がし醤油のような感じで香ばしさが出てんだな。うわ中柔らか、味が濃いめだから、これはビールのつまみに最高。調理時間何分？10分だろ。早っ。マジでうまい。うん、しっかり軟骨も食べてる。だから火が通ってるんだ。焼きすぎでもなくちょうどいい。うわうま、過去一かも。今まで作ってきたキャンプ飯の中で一番うまいかもしれない。しかも超簡単だし。便利ホットサンドメーカー。うわマジか、信じられない。静かに静かに。隣の部屋は老夫婦が住んでるんだぞ。よく会うんですけどね、70過ぎぐらいか。仲のいいおじいちゃんおばあちゃんで2人暮らしで、会うたんびにあんたは豆で偉いわねって褒められます。まあずっと家にいるからね、暇な時は掃除しかしねえか。うん、うわ幸せ。肉厚だし最高だよ手羽。うん、うますぎてたまんないで。はあ、暴走列車ですよ。先っちょの方の骨は噛み砕けるから食べれますよ。だからそれぐらい火が通ってるってこと。うまいなこれ。ビールが暴走列車になってるけど大丈夫大波さん。
ールが鳴りっぱなし。おい、まだ2本しか食べてないのに、ビール、おい、ビールがおいおいだよ。何も言わずにビールを取りに行ってろ。おなみさんと。あらよっと。幸せだな。幸せなゴールデンウィークに。うわ、わわわわ、ぴったしだよ、ほら。どうしちゃったのよ、ほら。ぴったし3号ガンが入っちゃうんだもん。大したもんだよ。畳にビールこぼしてみろ。本当にフルボッコだぞ。無理だけどね。やっぱ殺風景だよな。背景変えよう。キャンプ飯なんだから。背景を変えますよっと。せっかくのキャンプ飯なんで背景変えます。ヒビヒビゴー。キャンプ場です。いやね。よし、改めて乾杯。喉鳴らさないかい。お待たせしました、テーマちゃん。改めてヒビヒビゴー。うわ、バカうま。ああ、喉が鳴るよ。酔っ払うとさ、いつもなんだけど長回しになるよね。多分すげえ回してるぞそれ。ちょっと野菜を食べよう。きゅうり。うん、いい箸休め。うわ、ちょうどいいなこれ。味が濃いからさ、ぐいぐいお酒がいけちゃうんだよ。いやまた手羽からのこの生のキュウリ合う。うわ、うん、まっ。463のダブルプレー。これがセカンドね。これがショートで、これがファースト。いくよ、これね。うん、4 6、あの3、463のダブルプレー、チェンジ。うん、まっ。輝いてんな、黄金炭酸素へ。チンカチンカの冷えたビールが最高なんです。クー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 。うん、うわ、飲んじゃったよ。ビール3号缶4本ペロリです。ハイボール作ろう。うわ、もう25分も回してる。やべえな。ハイボールの材料持ってきたよってな。最近のね、定番このウイスキーがね、安いんですよ。格安でこれ1本690格安でこれ1本690円。安い。ハイボールに合う。手羽先まだ 2.5 ぐらいしか食べてないぞ。なのにこんなに飲めちゃうの。あ、多分入れすぎたな。まあまあまあ、愛嬌ということで。やっぱこのね、強炭酸、これがうまいんだよな。うわ、最高じゃん。じゃあハイボールいただきます。 Here we go。 うわ、濃いと思うけど全然余裕。分かんなくなってる。ずこ。うん、キュウリおかわり。うわ、ハイボール無敵だな。止まらない。ハイボールも暴走列車だ。いい音するね、シュワシュワ。ふうわ、さっぱり。信じられない。まだ手羽あるからね。お待たせしました、兄貴。 Here we go。喉が鳴る。うめえ。ハイボールにも合うじゃないか。うわー、これはいいね。一人キャンプの時超いいよ。これだけでいいもん。外雨降ってきたな。オープニングまだ撮ってないんだよな。家の中で撮るの。独り言です。うわ、643のダブルペンもいった。最高ですね。うわ、結構雨降ってんな。こっちは晴れてると思うけど、まあ朝方だよね。あっちの天気は雨です。なんで朝撮ってねえんだよ。朝晴れてたのに。バカ野郎。1時半に始めて今3時半。うん、うわ、飲んじゃうよ。あれ、こんなに減っちゃった。誰か飲んだ。ウイスキーは減るのが早いよね。ふま、ちょっとギター弾こう。気分いいから。酔っ払ったおなみさん。おい、気をつけろ、おなみ。ここでこぼしたらもうフルボッコだぞ。無理だけどね。時を超えて君を愛せるかい。腹チャポチャポだぞ。食べちゃおう。うめ。うめと。
う。うわー、すっげー長回ししてると思うよ。だって俺超ベロベロだもん。何分回してんだろう。許してね。許してねって俺が編集するんだ、バカ野郎。うわー、これ一番だな。簡単だしさ、まあレパートリーがまだ俺少ないからね。今はこれが一番だけど、またまた一番出てくると思うよ。おい、お前カランカランうるさいな。いい音だな。飲んじゃう。うわ、喉が鳴っちゃうよ。おかわりしようと思ったけど、全然食べ応えがあったんで、これだけで大丈夫です。だから一人でキャンプする人、ワンターンで十分ですよ。それでもうペロペロになって寝れますから。もう俺ペロペロですよ。なので。あ、やべ、これエンディングっぽいぞ。あ、ペロリって言わなきゃ。ペロリー、ごちそうさまでした。はい、ホットサンドメーカー BBQ でした。初めてホットサンドメーカーでベロベロになったんですけど、このピリ辛の手羽先、今までで一番のキャンプ飯です。これはおすすめですよ。それもそうだし、結構ボリュームがあるんですよ。4本で全然大丈夫。この分量の味付けだったら結構飲めますよ。まあそれはさておき、とにかくおすすめ。腰はそんな感じです。それではまた来週。フェナード。スマホのマナーモードを解除したツイッターのタイムラインを更新した音。